とリュウくんでグレのコツをめちゃくちゃ詳しく教えていこうと思います。え、マジもう貯めるだけなんだよな、敵の距離を見て。あとこのさ、ちゃんと俺線見てる。どうも、リンクスのエムチャです。リンクスのリュウです。今日はありがたいことに周りからグレがうまいって言われてる僕とリュウくんでグレのコツをめちゃくちゃ詳しく教えていこうと思います。リュウくんお願いします。お願いします。まずグレが強い理由、まあ、これはね、もうあれじゃない、やっぱ敵と打ち合わずに倒せることじゃない。ああ確かに。あとダメアロとか、ダメアロとか取れる。そうだね、打ち合う前のダメアドが取れる。削って有利な体力状況を作った上で打ち合いができるとこ。そうかな、うん、ね、そうだね。その状況を作れるのが強いんだグレは。うまくなるとどういうメリットがあるか。まあ、うまくなるとどういうメリットがあるかは、やっぱ今言った敵を打ち合わずに倒すことができたり、ダメアドが、まあ、取れやすくなるよね、上手い人は。まあそうね、下手に当てれないからね、グレ、まず、うん、確かに。それぐらいメリット、それぐらいかな。リスクを負わずにね戦えるからね、グレは。まあ確かに、そのポジに射線通しに行ったらさ、死んじゃう説があるじゃん。まあまあ確かに、死んでるポジ、そういうポジにわざわざ行かずとも安全なポジから投げるだけでいけちゃう。それが強い。グレのパターン。まあ、でもさ、やっぱさ、このピンポイントグレ、建物、屋根上、他の裏、まあ、いろいろあるけど、ほとんどの場合、大事なの、俺、貯めることだと思うよな。やっぱ。まあ、まあ、確かに。まあ、ラングレの時はね、別だけど、基本的に建物でも、他の張り合いとか、まあ、屋根上とかにいる敵に対してもだけど、やっぱ貯めないと当たんないというよりは、まあ、貯めた方が当たるよね。まあ、屋根上とかは貯めないと当たんないことが多いけど、うんうん、で、受けられちゃうからね、やっぱグレの音で。そうなんよね。レベル上がってきてるしね、最近。まあ、そういうとこもみんな。確かに、みんな PC 勢だし、ほとんど。そうそうそう。まあ、だから、受けられないように、ちゃんと貯めるのが大事。まあ、得意なグレのプレイ。リュウ君の得意なグレのプレイは、じゃあ、どういう場面のグレが得意？まあ、でもなんか、なんだろう、他の張り合いとかの時のグレマジで得意なの、結構飛ばせる俺。ああ確かにね。そうそうだね、そういうワンピック多いもんな。そう、また集落戦とかのグレのあれも得意だね。俺どういうグレなんだろう、俺マジタメグレじゃないね。確かに、でも全部うまくね。そう、うん、俺着グレマジ下手なんだよね。俺着グレ得意だよね、マジで。そう、着グレマジうまいね、タメてね。得意なプレイのコツを、難しいね、射撃場でそのリュウ君が今言ったさ、うんうん、張り合いとかの場面再現するの無理じゃない。まあ、無理だ無理だね、きついね。溜めぐれ、俺だけやるじゃん。あ、いいよ。え、マジもう溜めるだけなんだよな、敵の距離を見て。俺もマジ溜めて投げてるだけなんだけど、さっきから。うん、難しいね。なんもなんもあれだよね。難しいことしないし、ね、あとこのさ、ちゃんと俺線見てる、線と何この着弾点。あ、はいはいはい。まあ、確かにこれは俺も見るな。これちゃんと見ないとね。そう、うん、結構適当な人いるじゃん。確かに。もう諦めてる人当たんねえやって。で溜めて投げる。あとなんだろう、敵の動きに俺はちゃんとね合わせてる気がする。どっちに動くかとかも考えながら。あ、それは俺もそうだね。うんうん、こんぐらいかな、マジでね。家の中はまあ適当に投げるけど、1回とか2回とか、まあ、策的にも使えるからね、そういう、うん、確かに。そんぐらいかな。なんか難しいね、射撃場だとね。なんかわかんねえわ、ちょっと行ってみる。いいよ、とりあえずこれで、これ1キル目いきます。お前でかいな、お前、お前でかいな、お前、えいバコーン。ね、いいね。グレがね、まず少ないね、3体ね、少ない。でもこれも貯めて投げるだけ。やばい、まずいね、ほら、飛ばした、なんか死んだ上か。ああ、やばい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 、あーやばいやばいやばい。これさ、グレなさすぎて当たりたい。グレマジでグレない。じゃあどっか当たりたいの。グレゼロ、俺もゼロ。うまっ、え、誰。やばい、2枚。お、いいよ、やばいね。どこいる、右と手前にいる、多分。あ、やばい、やばい、はい、マップね。で、からのからの、あ、やばいやばいやばい、
やってくれやってくれ、まだ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 まあ一旦させ一旦させはい、着ぐれされました。はい、復活ないです。いや、この人のがうまいです。世界一うまい、この人。はい、腰砂解説動画。あ、ありあり、それあり。なしだ、当たんないし。ああ、M3、ああ。アマチュア。やばい、敵来た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 。はい、バイバーイ。3体でグレ使ってると、お前らみっともなーって言われるよ。言われんのプロなのに。えな、俺この前なんか、グレキモすぎやろ、みたいなこと言われたぞ。ごめんね、そグレのプロやからさ。だってグレしか使えないもん、弾当たんないもん。そうそうそう、弾、ここも弾当たんないプロ2人なのから。さて、弾当たりません。うわぁ変な声出た。え、ラグ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 。え、やばいやばい、ラグ。まあね、弾当たんなくてもグレめっちゃうまかったらプロになれる可能性ありますから。それはそれぐらい強いです。それはそう。うわミス。俺も L 字行こうかな。あんたさん注意やば。いや、いいけど。え、これ飛ばせた、これ。ちょっと嫌なの、これは。これ、シマンガーも残ってない？残ってるか分かる？いる、残る。シャコナカ、シャコナカ1枚、シャコナカ1枚。これ、ケンちゃんの場所めっちゃ強いな。あ、上よ。え、俺も登ろうかな。シャコナカめっちゃってる、シャコナカめっちゃってる。お、ロークいるから俺の子。結構強い。いる、ガレージいる、ガレージいる、それ。ガレージ2、ガレージ2いる。シャコナカ、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 シャコナカ飛ばした。それがめっちゃいる。エルジもいた。エルジナイトが来たんかと思った。いる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 。お前、お前、お前はもう死んでいる。やったわ。MP だったら勝ってたのに。いいね、いいとこ投げるの君。シコリーマンポジそこ。え、シコリーマンポジここ、やばい。最強。最強じゃん。うるせえな。リクン寄らないのこれ。いや、俺は寄るよ。ほら、これやって。当たってる。飛んでる飛んでる。